はい、こんにちは、マスヨネの北川です。今日はですね、新しいちょっとカニを紹介しようと思うんですけども、こちらですね、日本ではまだあまり見かけないカニの品種なんですけど、ジョナクラブ、別名イチョウガニっていうカニの種類になってます。でそちらのカニを爪だけをですね集めた商品なんですけども、実はカニはですね、世界的に見ると非常にヘルシーなシーフード食材という位置づけで、年間通して非常に人気の食材になってます。日本ではどうしても国産の越前ガニとか松葉ガニが11月から3月の冬のシーズンに水揚げされるということで、冬イコールカニ、カニは冬というようなイメージがついてしまってるんですけど、世界的に見ると決してそんなことはなくて、年間通して非常によく消費をされているヘルシーなシーフード食材になってます。今回ですね、こちら紹介させていただく、ジョナクラブも、今までは日本ではあまり浸透してこなかったんですけど、その理由の一つがですね、とてもちょっと殻が硬くて食べるのが難しいカニだったんですね。で、今回カニの爪だけ入ってる商品なんですけど、特殊なカッターで切り目を入れて解凍するだけですぐに食べれるという製品になってますので、非常に食べやすいです。じゃあちょっと開けてみますね。このようなカニですね、でこちら、殻がめちゃめちゃ硬いんですけども、こちらにですね、特殊なカッターで切り込みを入れてありまして、解凍するだけでパキッと折ってですね、カニ身を取り出していただくことができます。今アメリカでも非常に大流行していて、スナップ&イートっていう呼び名でですね、非常に親しまれているカニになっております。でこちらこの爪のサイズもですね、結構大きいですね。この親指のサイズと比べていただいても分かりますけど、ズワイガニの爪よりも、一回りぐらい大きいカニ爪になってますんで、結構食べ応えもあります。肝心の味はですね、ズワイガニに似てます。ズワイガニよりも少し甘みは劣るかもしれないですけど、品質としては非常に近い商品ですし、あとお値段がですね、ズワイガニに比べるとだいたい半額ぐらいのお値段ですね。ズワイガニのカニ爪はだいたい市場価格で1キログラムあたりですね6000円前後ぐらいで、販売されていることが多いですけども、こちらの商品の場合はだいたいそれの半額ぐらいでご提供することが可能になっております。であとこちらのも食べ方については、表面のこのグレースという氷の膜だけをさっと流水で洗い流していただいて、でその後冷蔵庫の方で3、4時間ぐらいかけて、冷蔵解凍していただければすぐに食べていただくことができますので、とても簡単に食べることができます。では早速ちょっと解凍してパキッと食べ方の方に行きたいと思います。このように解凍ができましたので、でもこちらにもこう切り込みが入っているので、もうパキッとですね、簡単にカニを取り出すことができます。こんな形ですね。でもこちらのカニをもうガブッとかぶりついていただくだけで、簡単に食べていただくことができますので、すると綺麗に身が取り出せてますね。あとこちらの爪下の部分もですね、切り込みの方は入ってますんで、こちらちょっと力いるんですけど、パキッと折っていただいて、残りの部分も食べていただくことができますので、米国大流行のスナップ&イート、ぜひお試しください。